ビリー・ホリデー、ビリー・ホリデー、ビリー・ホリデーことエレオノーラ・フェイガン、エレノーラ・フェイゲン、1915年4月7日から1959年7月17日は、アメリカ合衆国のジャズ歌手。レディデーの故障で知られ、サラ・ボーギやエラ・フィッツ・ジェラルドと並んで、女性ジャズ・ボーカリスト53夜の一人に数えられる。彼女は、その生涯を通して、人種差別や、 薬物依存症、アルコール依存症との戦いなどの壮絶な人生を送った。彼女の存在は、ジャニス・ジョプリンをはじめとする多くのミュージシャンに影響を与えた。彼女の生涯において代表的なレパートリーであった、奇妙な果実、ストレンジフリーや、神よ恵みを、ゴッドブレス、ザ・チャイルド、アイ・ラブ・ユー、ポージ、ファインメローなどは、後年に多くのミュージシャンに取り上げられる。 ジャズボーカルの古典となった。彼女の死から約40年後の2000年にはロックの殿堂入りを果たした。また2003年には Q の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第12位に選出された。ホリデーことエレオノーラ・フェーガンは1915年にアメリカ合衆国のフィラデルフィアで母サディ・フェーガン、当時19歳と父・クラレンス・ホリデー。 同17歳のもとに生まれた。自伝、レディシングス・ザ・ブルースによると、ビリーはこの本の中で15歳の父と13歳の母という子供のような二人が結婚し、自分はその間に生まれたと語っているが、後のジャーナリストたちの調査によれば、実際は、クラレンスとサディは結婚しなかったばかりか、クラレンスは生まれたエレオノーラを認知しようとさえしなかったとされる。父クラレンスは、 ジャズギタリストであり、夜はナイトクラブで演奏、昼は街灯を流して生活をしていた。そのためエレオノーラは幼少期を母子家庭の元メリーランド州ボルチモアのフェルズポント地区で育てられた。しかしサディにとっても娘の面倒を見る時間はなく、結果ホリデーの世話は母の親族に委ねられるようになる。サディはボルチモアで次々と職を変え、 その合間を縫ってニューヨークを訪れては売春を重ねていた。親族の家を転々として生活していたエレオノーラにとっても日々の生活は楽なものではなく重視、間の暴力に耐えなければならなかった。またある日、自分を腕に抱いて昼寝させていたヒーババがそのまま死亡してしまい死後硬直したヒーババの腕で首を絞められて目覚めパニックを起こしたことで 心的外傷後ストレス障害を発症し、何週間もの間無言症を患うことになった。数年後、サディはエレオノーラを手元に引き取った。しかしサディは相変わらず外白が多く、そんなある夜エレオノーラは、近所の男性に強姦されてしまう。イギリスの音楽ジャーナリストが表した、ビリー・ホリディによると、それは1926年のクリスマスイブのことだった。エレオノーラはすぐに、 医師の診察を受け、男性は有罪となったものの、親の保護と養育が十分ではないと判断された。エレオノーラは、1925年に補導された時と、同様、カトリックの修道会が運営する施設、良き羊会の家に再装置され、1927年2月まで生活したこの施設は、13から18歳の黒人少女が集められた、厚生施設と謳われていたが、実態は、 虐待や暴行が日常茶飯事のように行っていた。1928年にはサディは再びエレオノーラを取り戻し、共にニューヨークへと移り住む。サディは娘を売春宿に預けて、再び売春を始めるが、1929年には母と共にエレオノーラまでが売春の容疑で、対、留置されたという記録が存在する。やがてエレオノーラは、 禁酒法時代のハーレムの真ん中で、非合法のナイトクラブに出入りするようになった。それ以降様々なクラブで仕事をするようになった。エレオノーラは、ハーレムの有名なジャズクラブ、ポッツジェリーズでも歌い始めるようになった。この頃父のクラレンスは、フレッチャー・ヘンダーソン楽団で演奏しており、彼女は父親との再会を果たしていた。そんな中、15歳のある日彼女は、 サックス奏者のケニス・ホーロンと出会い、彼と共にクイーンズとブルックリンで最初の契約を手に入れる。幼い頃自分に会いに来た父が男性のような外見の彼女をからかってビルと呼んでいたことを覚えていた彼女は、そのニックネームに父の性をつけたビリー・ホリデーを芸名に決めた。活動初期にハトと共にハーレムにあるいくつかのクラブを一緒に回り、やがてコンビを組むまでになった。 ホリデーはそれらのクラブでチップを得ることで満足し、トラブリン、オールアローンやゼムゼアアイズを歌うようになった頃には、そこそこの蓄えができていた。1933年、コロンビアレコードのプロデューサージョン・ハモンドが、クラブ、モネッツで穴埋めを務めていた、ビリーの歌を偶然耳に留め、その才能を見出す。彼は、早速、コロンビアのスタジオに、彼女を呼び、 すでに契約を交わしていた、もう一人の若いミュージシャン、クラリネット奏者、ベニー・グッドマンとのセッションを企画する。この日、彼女は、ユアマザー、エッサン・イン・ローと、リフィン・ザ・スコッチをお体35ドルを受け取る。翌年、若い才能を求めて、人々が集まることで知られる、アポロシアターで、彼女は、ボビー・ヘンダーソンと共演。しかし、それからしばらく経ち、 ボビーが既婚者であったこともあり、二人は別れる。ホリデーは将来性のある様々なミュージシャンと出会う機会に恵まれたが、その中にはフレッチャー・ヘンダーソン楽団の看板スターであったレスター・ヤングもいた。ビリーとこのサックス奏者はすぐに行き投合する。レスターはビリーのことをレディレイと呼び、ビリーは彼をサックス奏者の代表という意味でプレジデント時には略して、 プレズと呼んだ。ステージを終えた後、二人は夜が明けるまでいくつものクラブを回って歩いていたとされる。ホリデーは1935年に歴史に残るジャズピアニストであり、作曲家であるデューク・エリントンとも共演した。デュークは発売された自身の短編映画シンフォニー・イン・ブラックにホリデー起用し、サディスト・テールを歌わせた。同時期に、 彼女は若いサックス奏者ベン・ウェブスターとも共演し始める。1935年7月2日、プロデューサーのジョン・ハモンドは、ニューヨークを拠点とするブランズウィックレコードから発売するレコードを企画。サックスのベン・ウェブスターに加えて、クラリネットにはベニー・グッドマン、ピアノにテディ・ウィルソン、トランペットにジョン・トゥルーハート、ベースにジョン・カービー、 そしてコージーコールをドラムスに迎え、月光のいたずら、ホワット、エイリトルムーンリットキャンディーとミス・ブラウン・ツー・ユー・をロック・オン。ベストメンバーでレコーディングされた楽曲は見事その年のベストセラーに輝いた。その頃には母さりに小さなレストランを経営させ、明け方には朝食に立ち寄ることも少なくなかったと言って、テディ・ウィルソンと組んで多くの契約をこなしながら、ホリデイは ニューヨークにおけるジャズスターの一人になる。親密な雰囲気を得意とするホリデーのスタイルは、ベッシー・スミスや、それに続くシンガーたちが好んで立つ、大舞台向きではなかったが、レスター・ヤングと組んだレコードは、売れ、やがて彼女は、カウントベーシー楽団や、アーティ小学とも共演するようになる。ビリーは、白人オーケストラと仕事をした初の黒人女性であり、当時のアメリカでは、 画期的な出来事だった。しかし、彼女に対する人種差別は消えず、アーティショー楽団との地方巡業の途中で切り上げざるを得なくなってしまう。ジムクロ労法の激しい南部の州では、黒人であるビリーは彼らと一緒に歌うことができない。ばかりか、楽団員と一緒のホテルを予約することや、レストランに入ることすらできなかった。バンドから独立し、ニューヨークに戻ったホリデーは、 再びクラブで歌い続けるようになり、出演者も観客も人種を問わず同席できる。当時のアメリカでは革新的なクラブであったカフェソサイでの専属歌手として活動した。この時期になると、ホリデーの狩猟が増え、舞台の合間にマリファナを吸うようになったほか、レズビアンとの関係を重ねたため、ミスターホリデーの異名を折るようにもなった。1937年3月1日、 テキサス州ダラスでの巡業中に、風邪から肺炎を併発した父クラレンスが死亡。南部で最も人種差別の激しい地域の一つだったダラスでは、治療を受けるために回った、いくつもの病院からはすべて診療を拒絶された。このことについてホリデーは、自伝の中で肺炎が父を殺したのではない。テキサス州のダラスが父を殺したのだ。と綴っている。 1939年3月、ホリデーはという若い高校教師が作詞、作曲したアメリカ南部の人種差別の惨状について歌った曲、ストレンジフルイ、奇妙な果実と出会い、自身のレパートリーに加えるようになった。以来この曲はカフェソサイティとホリデーのテーマソングとなり、間もなく発売されたレコードは大きな成功を収めた。1941年に、 ホリデーは1930年代にハンガリー語から英訳されたグルーミーサンデー暗い日曜日をレコーディングし、この曲は奇妙な果実に続くヒットとなった。これに続く数年間、ビリー・ホリデーは録音や契約を増やし、成功への道を歩み続ける。ロイ・エルドリッジ、アート・テータム、ベニー・カーダー、ディジー・ガレスピーなど多くミュージシャンたちとの共演も果たした。 一方で彼女はトロンボーン奏者であり、麻薬の密売人でもあったジミー・モンローと関係を深め、母と住む家を出て早々に結婚。モンローは彼女にアヘンやコカインを覚えさせた。また彼女はやがてビバップのトランペット奏者、ジョーガイと出会い、ジョーの影響で今度はヘロインにも手を出すようになった。黒人として初めて立った。 メトロポリタン歌劇場での晴れやかな舞台でも、デッカと契約を交わした時も、彼女はガイの支配下にあり、ヘロイン付けだったと言われる。ビリーは、当時を振り返り、私は、たちまちのうちに、あの辺で最も稼ぎのいい奴隷の一人になりました。週に千ドルを稼ぎいましたが、私には、バージニアで渡罪をしている奴隷ほどの自由も、ありせんでしたと語っている。 やがてホリデーの周りには契約を守らない、よく舞台に遅れる、歌詞を間違えるといった噂が囁ささかれ始める。それを払拭するために、1945年2回は、ホリデーのために、大掛かりなツアー、リー・ホリデーとそのオーケストラを企画するが、巡業が始まって、しばらく経った頃、一行の耳に、ホリデーの母、詐欺の不法が届き、ホリデーは、鬱状態に陥り、 アルコールと麻薬への依存を深め、結局ツアーは途中で打ち切られてしまった。1947年、大麻生児により逮捕。その年にモンローとの離婚を機にガイとも別れた彼女は、ウェストバージニア州、オルダーソン連邦女子刑務所で8ヶ月間の服役生活を送る。その際に、ニューヨークでのキャバレー入場証を執行してしまい。 それから12年もの間キャバレーへの出演ができなくなってしまった。第二次世界大戦終結後、ホリデイはピアニストのとのコラボレーションを始める。レコードの売れ行きは順調で、1944年にはデッカと契約、1946年2月にはニューヨークのタウンホールを制覇し、同時期にホリデイはアイリーン・ウィルソンが彼女のために書いたラバーマン、 などを歌い、また、彼女自身も、ファインメロー、ビリー、エス・ブルーズ、ドント・イクスプレイン、などの楽曲を曲した。また、1947年には、アーサー・ルービン監督の映画、ニューオーリンズにも出演した。だが同じ頃、彼女は、場外とよりを戻し、今度は LSD に手を出す。1947年初頭、マネージャーのジョグレイザーは毒治療のために、 彼女を私立クリニックに入院させるが失敗に終わる。結局、数週間後に、ホリデイは、麻薬不法所持で逮捕され、懲役1年の刑に処される。以降彼女に関するスキャンダルは途切れず、経済的にも追い込まれていった。1948年3月16日には、貧困法制を認められて、出所を果たしたが、彼女の心身は破壊されていた。 その一週間後の1948年3月27日、彼女はカーネギーホールでのコンサートに出演した。出所後にビリーはニューヨークでの労働許可を没収され、ニューヨークのクラブで歌うことを禁止された。唯一の例外は舞台でのコンサートであったが、幾番も連続して大ホールを聴衆で埋めることは困難だった。加えて、ジョーグレーザーとその後彼女のマネージャーとなる。 エドフィッシュマンとの間でのエージェント戦争にも巻き込まれて死ぬ。相次ぐ災難にもかかわらず、彼女はラジオでライオネル・ハンプトンと共演し、ストランドシアターではカウントベーシーとも共演している。この頃から彼女の相手を務めるようになったのは、ジョン・レヴィという二流どころのギャングだった。彼女はまた、両家の出身で一時期マレーネディ・トリヒトの浮き名も、 流したことのある女優ルラーバンクヘッドとも関係を結ぶ。一方で、彼女のヘロイン付けの生活は続き、労働許可の没収により、仕事をニューヨーク以外の場所に求めざるを得なくもなっていた。契約条件は不利になり、ギャラも少なくなっていったが、レビは彼女の稼ぎをすべて吸い上げた上、彼女を脅すようになる。りもり、彼女はサンフランシスコで、 麻薬不法所持により逮捕される。これに対して、タルラー・バンクヘッドは、自分の子ね、とりわけ FBI 長官であったエドガー・フーバーとの関係を駆使して、彼女の釈放に尽力する。しかし彼女はその後も、デビの暴力を受け続け、伴走者であり、友人であったは、彼女と他を分かつ。警察は彼女への捜査を続け、1 9五十年のダウンビートの九月号には、ビリー、 またも災難と題した記事が掲載された。さらに1949年のデッカでの録音の際、ホリデイは自身の歌声のリズムを合わせられなくなるという事態に見舞われ、デッカは1950年の契約更新を行わなかった。ホリデイは借金で首も回らなくなってしまう。レビは彼女の稼ぎをすべて懐に入れ、請求書は一切払おうとしなかった。 デビと別れた時、彼女はかなりの金銭を失うことになったが、一方で一定の自由を取り戻すことができた。だがニューヨークで歌うことができなかったホリデーは長いツアーをこなさなければならなくなる。1950年末、彼女はシカゴでハイノートの舞台を若き日のマイルス・デイビスと分かち合い、再び成功に恵まれる。1951年、ビリー・ホリデーは、 アラジンという小さなレコード会社で何枚かのレコードを吹き込むが、批評家からは不評を買う。彼女はデトロイトで昔の恋人、ルイマッケイと再会する。彼女が16歳の時にハーレムで知り合った男だが、その時には結婚をし二人の子供の父親となっていた。彼はビリーの新たなマネージャー役に収まり、彼女のキャリアの復活に貢献する。彼女は 西海岸に落ち着き、ノーマン・グランツのレーベル、バーブと契約する。ここで彼女は自分にふさわしいパートナーたちに巡り合う。トランペットのチャーリー・シェイバーズ、ギターのバーニー・ケッセル、ピアノのオスカー・ピーターソン、ベースのレイ・ブラウン、ドラムスのアルビン・ストーラー、サックスのフィリップ・フィリップス。ビリー・ホリデー・シングスのタイトルで売り出されたレコードは、鮮やかな成功を収め、 引き続きその他のいくつかのセッションが録音される。にもかかわらず労働許可は再び却下され、彼女は肉体的負担の大きいツアーとコンサート、アポロ劇場、カーネギーホールに頼る生活を強いられる。1954年、ビリーは昔からの夢を実現する。初のヨーロッパツアーである。ルイ・マッケイとピアニストのカールドリンカードを伴い、彼女はスウェーデン、デンマーク、 ベルギー、ドイツ、オランダ、フランス、パリ、スイスを回る。彼女がパリに立ち寄ったのは観光のためで、その後イギリスに向かい、そこでのコンサートは大成功を収める。このツアーは、実り多く、ビリーにとっては最良の思い出の一つとなった。帰国すると、麻薬にもアルコールにもめげず、彼女は超人的な力を発揮する。カーネギーホールで歌い、 ニューポートフェスティバルに出演し、サンフランシスコで、ロスアンゼルスで歌い、バーブのための録音も続けた。タウンビート氏は、特別に、彼女のための賞を設け、授与する。彼女は、新しい伴奏者として若いメモリーミジェットを雇う。彼女との関係は単なる友情以上のものへと、発展する。メモリーはビリーが麻薬を断つよう励まし手伝うが、失敗に終わる。 彼女の影響を喜ばなかったマッケイによってメムリーは追い払われる。1955年4月2日、ビリー・ホリデイはカーネギー・ホールで模様されたチャーリー・パーカー、3月12日死去の追悼コンサートに出演する。サラ・ボーン、ダイナ・ワシントン、レスター・ヤング、ビリー・エクスタイン、サミー・デイビス・ジュニア、スタン・ゲッツ、セロニア・スモンクなどと並んでビリーが コンサートの終わりを告げたのは朝の4時頃であった。1955年8月、彼女はバーブのために新しいアルバムを録音する。ミュージック・フォートーチング、ジミー・ロールスのピアノ、ハリー、スイーツ、エディソンのトランペット、バーニー・ケッセルのギター、ベニー・カーターのアルトサックスのベースそしてラリー・バンカーのドラムスを伴奏に彼女が実現した傑作の一つである。その後、 彼女は西海岸でクラブの仕事を得る。1956年、ビリーはルイマッケイと共に麻薬不法所持で逮捕される。新たな裁判が予定される。彼女の自助伝、レディシングス・ザ・ブルースが出版される時期、彼女は再度下毒治療を試みる。だが、彼女の健康は次第に蝕まれてゆく。彼女の新しいピアニストのコーキー・ヘールは後に、 ビリーの苦渋の様子を証言している。憔水、麻薬とアルコールによる大敗。いつもは長袖で隠してはいるがついには手まで覆うようになった。注射針の後、疲労、体重の減少、舞台前の衰退。マッケイと共に裁判にかけられると想像しただけで、彼女は恐怖に陥る。そして、そのマッケイは徐々に彼女から遠ざかっていった。 彼女はニューポートのフェスティバルに登場し、また CBS テレビのザ・サウンド・オブ・ジャズにも出演する。主な共演者は、レスター・ヤング、コールマン・ホーキンス、ベン・ウェブスター、ジェリー・マリガン、そしてロイ・エル・ドリッジ。また若き日のマル・ウォルドロンが彼女の新たな伴奏者として登場する。1957年3月28日、ルイ・マッケイとビリーはメキシコで結婚するが、 これは裁判で互いに不利なことを証言しないためであった。いずれにしても、二人の間はすでに終わっていた。判決、十二ヶ月の執行猶予が言い渡されると、マッケイはビリーの元を去り、ビリーは離婚手続きを開始する。1958年2月、彼女は新曲ばかりを揃えた、を録音する。伴奏は、編曲を担当したが率いるオーケストラだった。 それは胸を刺すようなアルバムだった。1959年録音のビリー・ホリデーとだけ題された最後のアルバムにも匹敵するような悲痛さを感じさせた。彼女はまた1958年10月のモントルージャズフェスティバルにも参加し、11月には2度目のヨーロッパツアーを行う。イタリアで彼女の歌はヤジで迎えられ、公演は切り上げられた。パリでは オリンピアでの公演をようやくのことで務めたものの彼女は憔悴しきっていた。ツアーは風前の明かりだった。彼女はマルウォルドロンとベースのミシェル・ゴードリーと共にマースクラブの出演を引き受ける。聴衆は皆彼女の歌に引きつけられビリーはここで成功を収める。マースクラブを埋め尽くした聴衆の中にはジュリエット・グレコ、セルジュ・ゲンスブールといった 当時の有名人たちの顔を持った。当時の記憶を作家フランソワー・アーズ・サガンはこう続けている。何年も前からビリーは病に侵されていた。両足にはフッシュが出現していたし、何よりも観光片が悪化していた。それでも彼女は酒を止めることができなかった。朝から晩まで酒を飲み続けた。二回目のヨーロッパツアーで彼女は披露していたが、 数ヶ月後には再びロンドンへ渡り、チェルシーアトナインというテレビ番組に出演している。帰国は困難を極めた。1959年3月15日、ビリーはレスター・ヤングの不法を耳にする。埋葬の時、レスターの妻はビリーが歌うことを拒絶。嘆きと悲しみにビリーは泣き崩れる。葬儀からの帰路でビリーはこう呟いたと伝えられる。あいつら、歌わせてくれなかった。 この次は、あたしの番だわ。翌4月7日、彼女は44歳を迎える。マサチューセッツでの複数の契約を果たした後、5月25日には、ニューヨークのフェニックスシアターでのチャリティーコンサートで歌っている。舞台裏では友人たちが彼女のあまりの変貌に驚き、ジョーグレーザーなどは彼女を入院させようとするが、彼女は聞き入れなかった。5月30日、彼女は、 自宅で倒れ、ハーレムのメトロポリタンホスピタルに入院を認められる。その前に、ニッカーボッカー病院で入院を拒否されたのは、麻薬常習者は、昏睡状態にあっても受け入れられないという理由からだった。肝硬変以外にも、腎不全の診断が下される。メソドン治療が施され、少しずつ回復するかに見えた。アルコールとタバコは禁止されていたが、ビリーは隠れて、 喫煙を続けた。さらに悪いことに、6月11日、彼女のハンカチ箱の中から、わずかな白い粉が発見される。彼女は逮捕され、病室で何日間か警察の監視下に置かれる。裁判は、彼女の回復を待って行われることになった。回復は、順調に見えたが、7月10日、病状は急変する。腎臓感染と肺鬱血が認められた。 ルイ・マッケイとウィリアム・ダフティが病床に駆けつけた。7月15日早朝、ビリーはローマ・カトリック教会の最後の秘跡を受ける。1959年7月17日朝3時10分没。44年の生涯であった。葬儀は1959年7月21日、セントポール教会で行われた。3000人の群衆が参列し、人の波は、 コロンバスアベニューまで続いた。遺体は、ブロンクスのセントレーモンド墓地にある母親の墓石の下に埋葬された。1960年、ルイ・マッケイは、彼女の棺を別の墓に移動させた。その死にあたって、ビリーが唯一の相続人である、この全部に残したのは1345ドルであった。しかしわずか6ヶ月後の1959年末には、 彼女のレコードの印税は10万ドルに上った。なお、彼女を死を悼んで彼女の伴奏者であった、マルゴルドロンが、レフトアローンを制作している。アルバム、レティインサテケンのレコーディングを担当したレイエリスは、レコーディング時に突きつけられる、ホリデーのあまりに難しい要求に疲れ果てて、ミキシングを拒否したが、後日このアルバムに収められた、恋は、愚かと言うけれど、アイアイというや、 ユーベイチェインジェドを聴き、歌を際立たせるその限りない悲しみを感じ取った。彼は、彼女の歌を残すことの芸術的な意味を理解する。その後、彼女と共にレコーディングしたアルバム、ビリー・ホリデーは、ビリーの遺作となった。彼は、レディーン・サーテンをレコーディングした時の思い出を、書き記している。一番、感動的だったのは、恋は、愚かというけれどの、プレイバックを聞いていた時だろう。 彼女の目からは涙が溢れていた。中略アルバム制作終了後、私はコントロール室内に入って前提句を聞いた。私は彼女の歌いぶりには満足できなかったことを認めねばならないが、感情を込めてではなく音楽的にしか聞いていなかったのだろう。数週間後ファイナルミックスを聞くまでは彼女の歌いぶりが本当はどんなに素晴らしいものかがわからなかった。 フランク・シナトラやアビー・リンカーンらは生前からビリーを絶賛し彼女の人生の終焉においては最も近しい友人の一人になっていた。1972年にはダイアナ・ロスがホリデーの自伝に基づいた映画レディ・シンス・ザ・ブルーズ放題ビリー・ホリディ物語奇妙な果実でホリデー役を演じた。この作品は商業的にも大成功しダイアナ・ロスは アカデミー賞女優賞にノミネートされることとなった。メイシーグレーも1999年にホリデーについてビリー・ホリデーは私に大きな影響を与えました。私が本気で勉強した最初のシンガーは彼女でしたと語っている。また u 通は1987年にビリーへのトリビュートソングであるシングルエンジェル・オブ・ハーレムをリリースしている。生前は エラ・フィッツ・ジェラルドやサラ・ボーンほどの知名度はなかったものの、ビリー・ホリデーはジャズの歴史においてユニークな地位を占める存在となった。生涯を通じて人種差別や性差別と戦い、乱れた生活にもかかわらず、名声を勝ち得た彼女は現在20世紀で最も偉大な歌手の一人に数えられている。また、彼女の名はしばしばアフリカ系アメリカ人のコミュニティからも、 ゲイのコミュニティからも引き合いに出され、差別をこわだかに反対して、同権を求めて立ち上がろうとした彼女の早くかの努力に対して敬意が払われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。